国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え？私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさ。だからこれでいいんだ。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまった。これからは明るい場所で楽しく暮らしてほしい。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない。のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぜ、案内します。東の港に船があるからそれで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー牢、そしてその他罪人たちを一網打尽にせよ。どれ、運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。全力で。ルベッカー！ルーシー、よかった、私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。ヒヒヒ、気にすんな。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと？海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。レベッカ、私どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、
私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。立場ってもんがありやしょう。こっちも我慢して立場貫いてんでさ。村人猛攻。麦わら。助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。目閉じなきゃよかったな。ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する、そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊を懸けてこの古文杯勝手に頂戴いたします。ダメ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下勘愛のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝える。モモノスケは本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。金右衛門はモモノスケの父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。
テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。うおお、すっげえ、この町全部お菓子でできてるぞ。サンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、いまいましい名だ。何よあんたたち、て、そのぐるま湯、もしかしてサンジ君の。ご明察、私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさん、兄弟そっくりだ。なあサンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつは今や役に立つ存在なんだ。役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おい、サンジ。あのもしかしてあなたたち、サンジさんの。お前誰だ。私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が。サンジさんに会いたいならホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの、そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない。実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけどそれはできないんだ、俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとうプリン、ブルック。待ってろよサンジ。くそ、誘惑の森行くぞ。みんなも遅れるな。よし、行くよ。ジェットファイターか。
バレちまったかよ。逃がさないよ。死に森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。やった、森を抜けたぞ。ちょっと待って、チョッパーとキャロットがいない。あいつら鏡の中にいるぞ。チョッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。うわぁ！心配しないで、私たちはへっちゃら。しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンス・モーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄、息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ビンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ。そいつの首が飛んでもいいのか、などと脅しを使うのは。抵抗せず、仲間を諦め、結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかし、まだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれの癖して悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがヴィンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。
ああ、望むところだ。来いよクズども、相手してやる。俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかねえとな、ザンジ。ヒエラルキーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。てめえはその落ちこぼれいいかってことだ。おい、知ったか、ヨンジ。あれ、ヤンキー何でしょうか。コリエ・エポール、お前が何をしようと無駄だ。失敗作。クソ、どんだけ頑丈なんだ。この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな、サンジ。興ざめだ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの。二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。早く手当てして支度なさい。あいつら、ここに。おーい、迎えに来たぞ、サンジ。帰ろ、サンジ。うわ、帰れ、下級海賊ども。俺の名はピンスモークサンジ、ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。追い払うってなんだよ、サンジ。どうしてもいられねえな。帰れ、他に意味なんてねえよ。隠してたことは悪かったよ。言えばお前らが惨めだね。俺とお前らとの身分の差は一目瞭然。ここにいりゃ金も兵士も召使いも使い放題。またあのくだらねえお前の仲間たちの船へ戻るのか。ここで四皇ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのと、どっちが幸せかなんて比べるまでもねえよな。ふざけんな、納得できるか。お前が海賊王になれるかどうかも疑わしいってのは本物だよ。
乗るなら勝ち馬を選ぶのが。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだよ。ルフィ！ちょっとサンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待て、サンジ！言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が降ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこい、サンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。失って私たちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは。腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか。こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まあ、おお、まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよ、ビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようだぞ、おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカなやつらだ、ペロリン。麦わら。まあいい、明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。おや、俺の忠実な海の戦士ジンベイ、どうした今日は。改まって、今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。うち辞めたりしねえよな。
海賊なんだ、好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ、大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に？この結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅だ。さらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちまう。だから抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんな、プリン、私、サンジさんにプロポーズされたの。え？でも、安心して。私、結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは、私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃおうかな、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう。ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去る。こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。
俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと、あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。わかった、干からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ、一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今更お前の船には戻れない。二つ、大恩あるクソジジイ、および俺が育った故郷、海上レストランバラティエを人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後、全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。ルフィ、俺はシャディー号に帰りたい。だがどうしても逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども。俺は助けたいと考えている。うん、だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。サンジの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィは、ジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながら、お茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて、決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されている。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。
どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか、どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ、その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割れ。理由は分からんが、それでビッグマムは発作を起こして奇声を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。しっしっし。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの巨頭もそこまでだ。ブーンを祈る。よし。さあ、ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライを片栗。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。あ、なんて美しい瞳だ。え、ごめん、近くで見たらつい見とれて。プリン、この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けた。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。